皆さんいつもご視聴ありがとうございます。この番組は2000年から現在にかけて全日本プロレスで行われた過去の名勝負をご紹介する番組です。今週ご紹介する試合はこちら、2003年9月6日日本武道館で行われた世界ジュニアヘビー級選手権試合、王者剣道家臣対挑戦者ザ・グレートサスケの一戦です。先週に引き続きですね、世界ジュニア戦をご紹介することになります。プロレス界のビッグネーム2人の試合をね持ってきたわけですけど、試合内容は本当にこう予想できない、特に予想できないのが剣道家臣選手です。1992年新日本プロレスに入団し、1996年にはヤングライオン杯優勝と、その後ですねヨーロッパ遠征の際にマスクマンに転向し、現在の剣道家臣になることになります。そして帰国してからですね、1999年というと剣道家臣選手にとって飛躍の1年となります。まずは1月、 IWGP ジュニアタッグ王座を獲得いたしました。タッグパートナーがドクトル・ワグナー・ジュニア選手ということで、マスクマンコンビがですねジュニアタッグ王座を手中に収めたと。その後5月に行われたベスト・オブ・ザ・スーパージュニアにも優勝、決勝戦で IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンであった金本浩二を下しての優勝、その3ヶ月後に行われた IWGP ジュニアヘビー級王座戦においても金本浩二をまた再度下し、 IWGP ジュニア王座を初体感することになります。この頃からですね、剣道家臣選手のこの謎なキャラクターっていうのはねどんどん確立していくことになるわけですけども、リング上でも相手選手をかく乱するし、リング降りてもですねプロレス記者たちをですね軒並みかく乱していったと。非常に謎の多いレスラー剣道家臣ですが、2000年頃からできた総合格闘技というジャンルにも進出していくことになりました。2002年には武藤敬司、小島聡らと共に全日本プロレスに移籍することになります。そして移籍早々に行われた世界ジュニア王座決定戦に勝利し、世界ジュニア王座を戴冠することになります。この時ですね、2000年のノア大量離脱騒動が起こった時にですね、この世界ジュニア王座も、当時チャンピオンだった小川義成選手がノアへ移籍するということで、一旦王座が空位になってしまったわけですね。その時全日本プロレスに所属していたメンバー、淵正信、川田俊明、太陽ケアという本当にその3名しかいなかったがためにですね、淵さんもやっぱこう対長野正弘とかそういうね流れもあったりして、しばらくこのジュニア戦っていうのがどうやってもできなかった、そういう中でですね丸2年ぐらい封印され続けていたわけですね。それが久々に復活させようということで、淵さんと剣道家臣選手で試合をした結果、剣道家臣選手が新たなチャンピオンになると。ここから約1年以上ですね、剣道家臣選手の長期政権が続いていくことになります。そしてやっぱ剣道家臣選手というとですね、全日本プロレスのみならず2004年頃からどんどん構想していくゼロワンに出向いてですね、全日本プロレスのこの構想の口火を切っていたりとかですね、他にも道のくプロレスのように参戦することになっていきます。はい、そしてその道のくプロレスの代表がザ・グレートサスケ選手です。1990年にユニバーサルプロレスリングにてデビューいたしますが、この後ですね何度かメキシコ遠征を重ねるわけですけども、2度目の遠征帰国の際にですねザ・グレートサスケを名乗るようになりました。そしてここには書いてないんですけど、93年に道のくプロレスを旗揚げすることになります。そして道のくプロレス代表として挑んだスーパー J カップ、新日本プロレス主催のこの大会においてエルサムライと重心サンダーライガーを撃破し準優勝に輝くと、当時まだまだこう知られてなかった道のくプロレスのレスラー、インディー団体のレスラーがなんと新日本プロレスのトップ戦線を張るこの2人のレスラーを軒並み撃破したということで、一気にスターダムに駆け上がっていったわけですね。そして同時に道のくプロレスという存在も一気に全国区になっていったわけです。その人気も相まってかですね、当時の FMW であった大仁田敦選手と岩手県において電流爆破デスマッチを行うと、 FMW の大仁田敦としては都心ではなく岩手っていうようなこう地方で電流爆破を行ったのも初ですし、 FMW 以外で電流爆破を行ったのも初だということで、この初尽くしの電流爆破マッチを行ったという記録も残っております。1996年には IWGP ジュニアヘビー級王座を重心サンダーライガー選手を破って敗戦いたしました。その時のですね道のくプロレスの勢いを象徴するかのようにですね、なんと道のくプロレスにおいて IWGP ジュニア王座戦を行ったと。そしてこの当時行われたジュニア8冠統一トーナメントと IWGP ジュニア王座として乗り込んだ結果ですね、決勝戦でウルティモドラゴン選手を下し、見事にジュニア8冠王に輝きました。今でこそやっぱりこのボクシングで井上尚弥選手の4冠統一というようなこともありますけども、それをね2000年より前のこの時代にやっていたということでね、当時のファンはもうものすごく熱狂したんじゃないですかね。そんなサスケ選手でしたけども、1998年、経営不振だということで一時活動を休止するというような発言があったりしてですね、その中でヒールのサスケというキャラクターに転向することになりました。まあ、そこら辺のいざこざからですねスペルドルフィン選手たちが対談することになり、ここから生まれたのが大阪プロレスということになります。デルフィンさんたちがね対談したことにあたって反省して、またザ・グレートサスケに戻ると。2003年3月にですね、岩手県
県議会議員選挙にトップ当選すると。ここまで勤めていた社長を辞任し、後任に新崎人生を社長に据えて、自身は道のくプロレスの会長職に就くと。会長としてですね、引き続き道のくプロレスで試合をしていくことになりました。そして2003年8月に行われた第3回覆面ワールドリーグ戦において、剣道家臣選手が参加すると。この時行われたリーグ戦において家臣選手に敗北したことがきっかけで、リベンジさせてくれということで生まれたのが今回の世界ジュニア王座戦ということになります。はい、余談ですが、同じ年の9月、今回ご紹介する9月の試合の約半月後ですかね、大仁田選手と2度目の電流バッカマッチを行いました。はい、というわけでね、道のプロレスの会長、本当大変ですね。会長であり議員であり、そしてその中でね、電流バッカマッチもこなさなきゃいけないという中でね、今回はこれ全日本プロレスに出向いて、剣道家臣選手のリベンジを果たすという試合となります。ビッグネーム同士のタイトルマッチ、ぜひお楽しみにご覧いただければと思います。第20代世界ジュニアヘビー級王者剣道家臣、2003年7月19日日本武道館で土方隆二を腕ひしぎ逆十字固めで下し、6度目の防衛に成功。勢いに乗る家臣は道のくプロレスの第3回覆面ワールドリーグ戦に参加した。8月3日のウルカワ大会では道のくプロレスのエースザ・グレート・サスケと対戦。家臣は無理やり道のく所属の演歌歌手気仙沼次郎をセコンドにつけてサスケを攻め込む。終盤、膝への攻撃から KV2 ロックで家臣がギブアップ勝ち。しかしサスケは家臣へのリベンジを要求。世界ジュニアヘビー級選手権試合、チャンピオン剣道家臣対チャレンジャーザ・グレート・サスケ。世界ジュニアヘビー級選手権試合、青コーナーよりチャレンジャーザ・グレート・サスケ選手の入場です。人間は名誉ばかり求めても心が歪んでいては名誉は遠くなるばかり。人の夢は無限、真実こそがこの世を制す。時は瞬く間に過ぎ去り、灰色の景色の中へと消えてゆく。月の光は人々の喜びと悲しみを照らし出す。しかし世を制した者には栄えある光が己だけに差し込む。チャレンジャー道のくプロレスザ・グレート・サスケ。剣道家臣選手の入場です。その道は一体何のためにあるのか、その進む道には一体何があるのか。気仙沼次郎と一緒に登場してまいりました剣道家臣。人生とは夢と欲望の交差点、夢の片隅には涙もある。選手が涙を流すとき、悔し涙か嬉し涙か、仮面の下の表情は獲物を狙う鷹の目のように今日も鋭く闇夜に冴える。青い仮面の狼剣道家臣。株式会社スペースビジョンネットワークガオラ常務取締役近藤康夫様より選手権試合宣言でございます。認定証、この試合は PWF が認定する世界ジュニアヘビー級選手権試合であることを宣言する。2003年9月6日太平洋沿岸レスリング同盟会長スタン・ハンセン代読。続きましてはチャンピオン剣道家臣選手よりチャンピオンベルトの返還でございます。さあ、これより第20代世界ジュニアヘビー級チャンピオン剣道家臣よりチャンピオンベルトが返還されるところであります。ああ、近藤康夫常務も知っていますね。そうですね、家臣の特製ベルトは受け取りませんでした ね。さあ、今気仙沼次郎、この家臣が作ったベルトを掲げていますが、そうですね、ちょっとおどおどしてますけども ね。さあ、世界ジュニアヘビー級選手権試合、まもなく両選手がコールされます。阿部リングアナウンサーです。世界ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャー
210ポンドザグレートサスケ、みちのくプロレスのザグレートサスケ、アドバナーチャンピオン200ポンドケンドーカシン、青い仮面の狼はケンドーカシン、レフリーウォーリー山口、世界ジュニアヘビー級選手権試合まもなく決戦のゴングを迎えます。そしてニュートラルコーラーに送り込まれるサスケはどうするか、その技を受けてしまうのか、うまく足を払っておいて剣道家臣をセカンドコーナーに額のあたりをぶつけてまいりました。ザ・グレートサスケ左の肩腰から当たってまいりました。思いっきりセカンドロープに飛び乗っておいてエルボーを打ったんですが、カウントは2カウント。ザ・グレートサスケ、まあ、何気ないね空中殺法でもやっぱりサスケがやると違いますよね、はい、そうですね。さあザ・グレートサスケが剣道家臣に今度は円髄などを見舞っているんですが、先ほどのダメージはあります。ザ・グレートサスケバックを取っておいた。さあ今度は投げっぱなし、あおっとナットショット、ああナットショットに来ました。しかも今ね沼次郎がね、うん、あのウォーリーレフリーのね、はい、あの気をそらしてる間に決めたナットショットでしたね、はい、その沼次郎に当たりました。いやこれはもう天罰でしょう気仙沼次郎にぶつかって、さあサスケがロープの反動を利用してくる、思い切りノータッチ、タプコヒーロー、飛び込んできました。いや今のも沼次郎のボディ直撃ですね。そうですね。さあザ・グレートサスケ、しかしおっと今度は少し後方下がり込んでまいりました。そばっと見舞ってくるザ・グレートサスケ、あー行くぞ行くぞ、ケブラーだー、ラッケブラーだ、これもねちょっとね、はい、素人には辛いですよ。道のくプロレスの道のくプロレス所属の演歌歌手、気仙沼次郎にケブラーダに行きました。ラケブラーダ、綺麗に決まったところ。そうですね、道のく所属ながらね、家臣の味方をしたらいけませんね。そうですね。さあ、フェンスでもって少しストマックのあたりを打ったか。そして今度は観客席になだれ込んでまいりました。リングサイド最前列のそのファンのところに思いっきりぶつけ込んでくる。そしてエプロンからリング内、ザ・グレートサスケ、さらには剣道家臣が一歩遅れて入ってまいりました。片指固め抑え込んでいって、しかしサードロープにスケープしました。ザ・グレートサスケ、まあ、どうしてもサスケの攻撃が単発で終わってしまいますね、はい、そして青コーナーサイドから赤に振ろうと思ったんですが、逆に赤いコーナーマットには剣道家臣が振られる。両足を突き立ててまいります剣道家臣です。そしてサスケ飛びついていって、ここはうまくフランケンシュタイナー、フランケンシュタイナーからさあロープを持って、さあサスケがここ飛び技狙ってまいります。さあサスケがトップロープ最上段上り詰めていった、ミサイルキックザ・グレートサスケ、サスケのカバーに行った、塞いでいってカウントが入ります。カウント1、2、カウント2カウント、カウント2カウントで返してまいりました。ザ・剣道家臣、そしてグレートサスケ、今度は向こう側トップロープ最上段トップコーナー上り詰めていった剣道家臣、どうするか、クロスボディ抑え込んでくる、カウント入りまして、どうでしょう、カウントは2カウントです。カウント2で返してまいりました。まあ、このまんまねサスケがうまくねリズムを作れるかどうかですよね。オクトパスに行く、グレートサスケ、これも一種のメキシカンストレッチか、ザ・グレートサスケ。そうですね、まあ、いわゆるまんじ固めですけども、はい、あのその源流はやっぱりねルチャリブレのね、はい、あのサブミッションの中にあるようですね。あのルチャリブレっていう言葉の意味はよくあの自由な戦いをするとかね、そういう意味がありますけれども、はい、まあ、ルチャドール、ルチャ選手、まあ、1200、300人はいるんじゃないかと言われていますが、さあここでもってザ・グレートサスケが剣道家臣を捕らえ込んでくるかどうか。サンダーファイヤーですかね、狙ってくるんですが、しかし後方回り込んでくる、今度は逆に
ストレッチに行ったのは剣道家臣であります。剣道家臣がストレッチに手を置いた。さあ今度はローリングクレードル、ローリングクレードルで来ました。ここから行くと古川の再現になりますよね。なりますね。抑え込んでいってカウントはどうか。カウントはツーカウント。危ない危ない。またなおも来ました。ローリングクレードル抑え込んでいって危ない。カウントはツーカウント。もう一回行く。ですね、これはもう必要な攻め、必要な攻めで抑え込んでいってカウントが入りますが、カウントは2カウント、まだ行くんじゃないかな。あっと KV26 行きましたよ。あ、行きましたか。これはどうか。これは8月3日古川大会、この技でギブアップしました。 KV26、 さあザ・グレート・サスケ、サードロープがちょっと遠いのか。サードロープが寄ってくる、サードロープが近くなってくる、近くなってくる。ザ・グレート・サスケ、まだまだ続いています。この剣道家臣の KV26、 青い仮面の狼、ね、そうですね、青い仮面の狼剣道家臣。その剣道家臣がストンピング見舞ってくる。ザ・グレート・サスケにストンピング。ちょっとでも家臣もこれスタンどうですか、ちょっと疲れてる、疲れてるなと思いますけどね。ケブラドーラ、さあケブラドーラが決まった。両者ともね、はい、今一つペースをつかめないですよね。はい、抑えてカウント、2カウント、カウントは2カウントでいきました。ザ・グレート・サスケ左の肩で押し込んでいった。そして思いっきりここはブハドーラですね。そうですね、抑え込んでいってカウントは2カウント。そろそろルチャ殺法で来る、それは勝機を自ら急いでいるという証拠。ちょっと気仙沼次郎の動きが心配だ。そうですね、エプロン登っています。エプロン登っている。またレフリーをね、はい、撹乱してますよね。はい、蹴り技になって、さあここでもってトップコーナー、今グレートサスケが登り詰めていった。登り込んでいって、うまくダイビングローリングネックブリーカー抑え込んでいってカウントが入ります。抑え込んでカウント、2カウント、カウントは2カウント。さあしかし家臣は長野さん、こうやってやられながらにして反則殺法でこのすり抜けていく策を練ってますからね。そうですね、背中見せちゃいけないですよね、家臣にはね。そばっと見舞いました、ザ・グレート・サスケ。そして家臣に一発ハンマーを落とします。ザ・グレート・サスケ、家臣の7度目の防衛に待ったをかけることができるか。ザ・グレート・サスケボディーブロー、そしてロープに振ります。帰ってくるところは股間をかいくぐっておいた。後方飛びつきの何かを狙っている。トップロープで持ってのスタンガンです。後方から飛びついてくるこの剣道家臣。家臣もね、ここぞという時の動きはすごく速いんですよね。はい、そしてトップコーナー乗せてまいりました。胸板を一発はたいてくる。さあザ・グレート・サスケ、あっとしかし後眼打ち砕き。さあタランチュラ、あ、これは今のサスケには辛いですね。はい、ルチャの技ではムルシエラボであります。さあこれはきついぞ。さあ後方から飛びついて、後方飛びつき回転エビ固め、これはどうか。2カウント、あーっと腕進撃、これはどうか、抑え込んでった、抑えたんですけど、ね、腕進撃中に、腕進撃中に、クロマキシート、クロマキシート、さあギブアップ、ギブアップ剣道家臣、長野の防衛成功。嬉しに逆十字で7度目の防衛成功、剣道家臣です。タイムは15分5秒、15分5秒、嬉しに逆十字がためが決まりました。さあ長野さん振り返ってください。うん、やはりね、サスケの体調がね、はい、今一つでしたよね。ちょっと残念な感じはしますね。はい、さあ近藤常務からベルトを奪い取りまして、お、近藤常務からまたこちらもトロフィーを奪い取りましたけれども、気仙沼次郎と握手をしました。さあタイムは15分5秒です。15分5秒、腕しぎ逆十字固め、剣道家臣がザ・グレートサスケを破りまして、見事7度目の防衛成功いたしました。さあザ・グレートサスケ敗北となりました。
そして今グレートサスケが今返していくろうというところなんですが、おっとトロフィーを投げ捨てましたよ。ちょっとこれはやめてほしいですね。おめでとうございます。沼城、なんで殴らないんだよ、うん、いや、それよりも CD 名前よりだ。 CD、いや、まだ確認してないんですが、さっき比べたんだ。試合前まで5枚売れてました。意味ねえじゃねえかって来た。いや、もう帰りは全部売ります。20枚売ります、うん、まあ、みんなに買ってもらうんだよ。よろしくお願いします。誰に買ってもらう？誰に？皆さんに。名刺もらって。名刺、はい、わかりました。後でよろしくお願いいたします。あとは、なんかそういや、坂田って言ってたんだよな、うん、あいつが俺とやりたがってたんだけどな、なんで俺がやんなくちゃいけないってことだよな、うん、なんか俺がゼロワンに上がってんのはゼロワンをな助けるためだろ、うん、別にこっちは必要としないんだよ、うん、それは違う、中村、うん、なんか勘違いしてるな、うん、ゼロワンにはもう上がる、上がらない、うん、この野郎のマジで、お前はプロの人間だろ、お前を、はい、なんだお前、嬉しいのか、お前は、お前いつからお前、チームに入れたんだ、嬉しいの。いや、嫌じゃないよ、お前、どうしなさいよ、ベルトコラ、いや、どうしなさいよ、なんでお前が触れるんだよ、ベルト、大体にしてお前、俺のセコンドについてるじゃないのか、今日俺には西プロ側から誰一人ついてないんだぞ、なんでお前がこっそり、カシンの方のセコンドについてるんだ。今日はそんなの聞かない。あ、すいません。でも、初めて武道館で歌わせていただいたんで。本気だよ、そんなの。試合開始前じゃないか、なんか。なんなの、お前。いや、でも嬉しかったです。お前の感想聞いてないよ、誰も。嬉しいとか感動したとか、どうでもいいんだ。ジョーム取締役、近藤康夫様より選手権試合宣言でございます。あ、いや、殴られない時点できるから、お前は。あ、そやろ。認定しろ。やろ。はい、というわけでこの試合は剣道家臣選手の勝利ということになりました。試合どうでしたかね。ちょっと皆さんの感想を聞きたいところですけど、ちょっとあんまりこう手は合わなかったっていうか、激闘っていうわけではなくね、やっぱりちょっとこう慶泉沼次郎さんが随所にこう介入してくるというか、顔を覗かせるようなね試合になってしまいました。まあバックステージも含めてね、ある意味面白い、そういう展開ではあったんですけども、この2人にはもっとこうすごい試合をねちょっと期待してしまうところがやっぱりありますね、ファンとしては。この後剣道家臣選手ですが、10月にまた世界ジュニアの防衛戦として、ドクトラグナージュニア選手に勝利すると、初めの防衛戦まで飾ったところで、まさかのですね消息を絶つということで王座を剥奪されると。2004年の6月に行われた永田裕二選手と組んだこの世界タッグ王座戦にはね出場してるわけですけども、ここら辺でですね全日本プロレスを退団することになってしまいます。はい、そんなこととは変わってですね、来週はこちらの試合になります。2009年11月29日世界最強タッグ決定リーグ戦、武藤敬司船木正勝組対太陽ケア鈴木みのる組の一戦です。以前ねこの船木正勝鈴木みのるという特集やりましたけども、まあ、その中でね唯一残した部分といっても過言ではないですね。船木さんが、9月ぐらいに復帰してからですね、この2人のシングルマッチなどいろいろ行われましたけども、その最中に行われた全日本プロレス冬の名物誌世界最強タッグ決定リーグ戦ですね、ここでもまた2人の対戦がございました。今回ですね、まもなく世界最強タッグ決定リーグ戦が行われるということに合わせてこちらの試合をご紹介したいと思います。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。